結構ね、あの宿の周りね、何軒か宿がありますね。うん。ここラムチャイゲストハウスです。このままねちょっとね飲みに行こうかなと思ってます。あっちの方になんかあるね、ローカル、あれは雑貨屋かなんかかな。だけどね、そこの突き当たり、これがね、幹線道路なんですよ。だから幹線道路沿いよりは静かですし、まあ徒歩圏内にね、便利なものがあるんで、あそこはね、で、使い勝手がいいんじゃないでしょうかね。こっちのね、こじんまりとしたね、宿でも良かったんですけども。まあ、けど、ちょっとね、宿前と、ね、してなさすぎるっていうのがあってね。とりあえず、前回ね、利用した宿に、リピートしてみました。なんかね、向かいに宇野カフェっていうのがあるね。前はなかったな。あとね、ここの町にはね、昔僕がね旅行者だった頃ですね、2000年代初頭にねバンビエンで商売やってた人がねこっちに移ってね、こっちでね同じようにね、商売やってるんで、そこをね行ってみたいなと思ってます。やってるかな、どうだろう。まあけど、とにもかくにも、まずね、喉の渇きをね、癒さんとしょうがないんで、ここ。よいしょ。ここの雑貨屋に。確かね、ここの雑貨屋ね、裏手がね、宿になってましたね。僕前、ここにも泊まったんですよね。今宿やってないのかな？はい、中入ります。なんとかようやくたどり着けました。瞬間です。で、飲みに来て、まあ飯を食いに来たんですけど、なんかね、とんでもない店にね迷い込んじゃったみたいなんで、その辺をねご覧いただきたいと思います。この先の方がね、先の方がうちの宿ですね。で、宿から言うと、なんだろう、バンビエンの方に帰ってくる感じなんですかね。で、ここにね、1軒、2軒、3軒、こんなね、飯屋があるんですよ。で、一軒目はね、まあこんな感じでね、ベトナム戦争のね、不発弾的なものがあったりするカフェですね。で、それのね、隣、そこのね、ローカルメシアがね、ビール飲みに来たんですけどね、だいぶすごいっすね。うわ、来た。はい、ね、こんなね、超絶盛りのお店がシェックアにあります。あとね、この超絶盛りに、スープとね、まあここのこれジェオですね。
そこね、お店、こんな感じのメニューになってます。ていうか、なんか野菜も来たけど、野菜は関係ないらしいですね。はい、はい。これね、なんかいろんなものがあるんだけど、全く僕には読めないです。そしてメニューって普通ね、あれじゃんね、値段書いてるもんだけど、まあ こんなね、はい、こんなメニューなんですけどね、まあまあすごいもん来ました。とりあえずね、これをね、食したいと思います。お店のね、内装はね、入り口のところにこういったね、わかりやすい、わかりやすいね、メニューがあって、ああここはね、経営者ファミリーですね。経営者ファミリー、あ、なんだこれね、子供なのにね、賢そうですね。賢そうです。そして、こちらのね、店内にもこんな感じでね、これあれだよね、オムレツだよね。まあ、それ以外にもね、すごいね、たくさんのメニューがあるお店です。さあ、じゃあ食べていきましょう。はい、すごいよね、この森。この森。わかる。こんなで。こんな森です。すごいですね。すごいのはすごいで。やっつけますかね。やっつけられるのかな。はい。どう。じゃあ。いきます。これね、ものすごいね、来るお客さんみんなね、食ったから、まあそれを頼んだんですけど、すごいね。生姜焼きですか、これ。
ば焼き、ミズライスが、推定、推定1キロぐらいありますね。ちょっとね、あの尋常じゃないですけど、とりあえずあのこれを、あ、味がうまい、うん、味うまいんで、このままどんどんね、あの食していきます。で、親父の食ってるのはね、あの、具合が悪いんで、で、この辺で実用します。重い、いいし、完食しました。あの、めちゃくちゃね、米がね、米すごい多すぎ、うん、あの、米が多いっすね。うん、まあけど、とひらですね、あの感触したので、ここはどうですかね、あのお腹が空いてる若い旅行者とかにはね、すごいあの悪くねえんじゃねえかなと思います。フラパン、フラパンですね。残りのビールを飲んであります。